でもなんかこう旅をして思うのはずっとやっぱり地元のことを考えながら旅をしているなと、旅をしていろんな発見をして、なんか初めて出会った人の優しさとか、そういうのって多分地元におったら地元のやつはいいやつやから、いいやつがちょっと当たり前になってたり、自分の中でしてたんですけども、そんなことないなと、本当に大事だなと思うようになって、まあ旅っつのはやっぱり変える場所があるからできる、変えるためになんか旅をしてるなと、また帰ってきた時に、なんかみんなと会った時に、そしてなんかそれからの、また未来というか自分の人生がなんかいいことあったらなって思っています。まあそんなツアーなんで、本当になんか自分がなんかやりたいように楽しんでやってるんですけども、まあよかったら鶏の歌という名前とするやつが全国回ってるというのをどっか心の片隅に、覚えておいてくれたらすごく嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。まあよかったらCD とか、まあ、見るだけでもいいんで、そこに見てあげてみてください。ほんまに今日はありがとうございました。また来ます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。丘のメロンテントというとこ歌います。Oh
大拍手。ありがとうございます。またデカになって帰ってきてください。ありがとうございます。頑張ります。続きまして、イルミナントの皆様、ご準備よろしくお願いいたします。You could be loved no matter what. You know the only thing.
You don't need a vacation.